コスガナオトは、新潟県柏崎市出身のプロバスケットボール選手である。新潟アルビレックス BB と琉球ゴールデンキングス、所属していた。ポジションは、シューティングガード。187センチメートル、80キログラム。9歳の時にバスケットボールを始める。中学校は、柏崎市立東中学校に進学。高校は、柏崎工業高校に進学。 当時の新潟には全国的にも競合の新潟商業があったため全国大会には無縁の3年間を過ごす。この頃はまだ全国的には全くの無名選手だった。それでも大学は関西で競合の近畿大学から声をかけられ進学。この大学4年間で大きく飛躍し全国に知られる存在となる。1年生の時からレギュラーを勝ち取る。 2002年のインカレでは、ベスト16に進出。ベスト8進出をかけた3回戦では、青木康平や畑野和也、中川和幸らを要する優勝候補の、専修大学と対戦。小菅はこの試合、エースとして奮闘し残り1分までリードするも、リバウンド争いの際に専修大学の長澤の足の上に着地してしまい、捻挫、そのままベンチへ。 AS を書いた近畿大学は逆転され 72VS74 で敗北する。先週大学はこの大会優勝。青木康平は大会 MVP を獲得西日本学生で準優勝に貢献。卒業後の2004年、新潟アルビレックス BB のトライアウトを受験。見事合格し、入団。翌2005年、BJ リーグ発足に伴い、プロテクトとなり引き続き、 新潟でプレー。2007年のオールスターゲームでは大会 MVP を見事に日本人で初めて受賞した。2010年6年間所属した新潟アルビレックス BB から琉球ゴールデンキングスに移籍した。2011年3月に月間 MVP を受賞。2012年入団2年目で BJ リーグ制覇。日本人エースとして活躍。 2013から14シーズン、2015から16シーズンも BJ リーグ優勝に貢献した。2015から16シーズンをもって現役を引退。BJ ファイナルのコスが、ありがとうございます。